こんにちは。こんにちは。四ツ山登りです。今日は、はい、最近購入したギアのウェア編を紹介したいと思います。イエーイ。イエーイ。はい。ちょっといろいろここに並んでおりますが、はい。だいたい秋冬とかこれから使えるものも多いのかなっていう感じ。まだ使ってないものもあったりしますね。はい。2人ともそれぞれ購入したものがあるので、はい、紹介していきます。はい、はい、ではまずはこちらのシャツを紹介したいと思います。はい、シャツ、はい、これ私はこれを買ったんです。これはパタゴニアの白いシャツですね。はい、名前は、うん、セルフガイデッドハイク&ショーツって書いてあります。パタゴニア、パタゴニアでこの間購入した初めて白いワイシャツ、ワイシャツっていうか白いシャツを購入したんですけど、こんな感じです。いいね。うん、ちょっとね、PCT ハイカーに憧れて白シャツです。白シャツ、うん、なんかボタンが可愛くない？うん、あ、そうそうそう。で、素材もなんか、なんだろうこの素材ってわかんないけど、ここにベンチレーションがついてて、脇、うん、脇の下のところに、うん、こんな感じでいいね。うん、そんなヒートアップもしなそうだし、うんうん、薄地でもまあちょうどいい感じの、厚すぎずっていう感じの素材です。うん、なんか白いシャツ1個あると良さそう。良さそう。普通の私服っぽくていいかなみたいな。海外のハイカーさん確かによく着てるよね。着てるよね。うん、それかっこいいなと思って憧れた。憧れて買いました。いいねまあ、あと今までちょっとねシャツ借りてばっかりで、うん、いいかなと思って。いいと思う。うん、こんな感じ。白、汚れはどうなんだろうね。汚れね、着てみてから、うん、店員さんはつきにくいよって言ってたけど、どうかな。汚れてもいいかもね。うん、汚れてきてもね。この茶色いボタンも可愛いし、うん、ちょっと今度次の山で使っていきたいなと思って。はい、襟もしっかりしてますね。そうだね、結構固めの襟が、うん、固め、結構S サイズを買いました。 S サイズ12,100円だって。まだタグもついてます。はい、まだ着てないんです。これからですね。うん、これからが楽しみだね。はい、そんな感じです。はい、パタゴニアのシャツ。うん、じゃあ次はこちらです。これは大和道のバンブーシャツ。バンブーシャツ、大和道。はい、バンブーシャツはもともとネイビーを持ってるんだよね。うん、これはメンズの M サイズです。メンズ M です。あ、一応ユニセックスって書いてあった。そうだね、そういえば。バンブーはユニセックスですね、うん、ちょっとこの間来たんでシュワシュワになってますそうだね、来たばっかで。来たばっかりだもんね。水、何色なんだろう。なんだろうね、ね、薄い水色。あ、なんだっけな、うん、なんかちょっとでもこれも私服で着るような水色シャツみたいな感じの使い方ができて、うん、普通だよね。この間さ、来た時普通のシャツかと思った。ああ、外でね、パンツに。そうそうそう。この白いボタンも可愛いよね。うん、いいよね。うん、で、M サイズなんですけど、はい、兼用で使えます。うん、私が結構オーバーサイズ目で、今持ってるネイビーもそんな感じで使ってたりします、うん、これはだから兼用ですね。うん、で、これこうやってボタンがスナップになってるので着脱がすごいしやすいし、うん、ザックにしまう時もなんかそのボタンの取れとか気にしないで、確かにザってできるから、さすがって感じの、うんうん、いいね、作りになってますね。これはUL シャツと違ってこっちの方が生地の強度が少し高いんで、よくこう秋冬これからの季節とかに、うん、結構フリースのとかケバケバした服の上から防風のウィンドシェルとして来たりしますね、うん、雪山とかでも結構これを上にガボッと来たりしました。だからちょっと大きめで着れると便利です ね、うん、ね。あとはもうバンブーポリエステルなんで消臭がバッチリですね。匂いがしないんですね。うん、重曹で着ても匂ったことは今まではないですね。ないね。うん、うん、白もタックが入ってます。うん、いいよね。ここに紐がついてる、はい、引っ掛けるから引っ掛けることもできるということです、ね、そうだね。結構このバンブーはだから私は秋以降 に、うん、になんか保温着の上から着ることが多いですね。ちょっとこの後紹介するんですけど、この辺のウェアの上に着たりとかっていうことが多いです、うん、あれだよね、重い、ちょっと重いもんね、UL シュツよりね、うん、生地が
なんかね、全然違うもんね。丈夫でいい、すごい、うん、タフで、なんかザックの肩とかで擦れるのとかを気にしなくていい、すごい。そうだね、うん、こういう柔らかい素材気になるけどね、うん、これか。そうだね、襟のボタンもあります。襟のボタンも UL シャツと同様、やっぱり便利だよねこれ。これいや、うん、これ便利だね。やっぱ襟あるとなんで全然違うなって、この間バンブー使ってみて思った、うん、防風になるんですよね、この立ち襟になってね、うん、ね、ここで締めれる、うん、上げた後の、あ、ここですね、ちょっといいですか、はい、襟を立てて、ボタンがここについて、ここにボタンがついてるんで締めれます。ここに、うん、こうですね。ずっと首の方になるということです。うん、これいいね。全然窮屈でもないもんね。全然違う。いいね。これこんな感じ。この後冷涼感になるこの生地も結構好きです。うん。違いで言うと、こっちはこのポケットとかがたくさんついてる感じ。うん。なんでそういう便利さはありますね。こっちは逆に何にもないんで。ちょっと入れたいなっていう時は不便だったりするんで、うん、まあそういう軽量化に特化したこうシンプルな作りか、こういういろいろボタン、ポケットがついてるタイプ、うん、でまあそれぞれ使いやすさありそうですね、うん、そうだね、はい、脱ぎ着とかね、うん、いいね。ちょっとこれ白シャツ使ってみたいな、これから、はい、楽しみ使うのが何でも合うしね、うん、はい、いいと思う。こんな感じです。はい、シャツはじゃあそんな感じです。はいはい、続いて、で続いてはこちらのなんだろうっていう商品になります。はい、これは何かわかりますか？ここに穴が開いておりまして、はい、この手袋、そう、アームウォーマーですね。はい、これはどこの、フーディニー、これはフーディニー、あ、今人気のフーディニーのアームウォーマー風の、ワークマンの、ワークマンプラスかな、ワークマンプラス、ワークマンプラスの、はい、なんだっけ、裏シャギ、ちょっと名前忘れちゃいましたね、アームなんたら、裏シャギアームカバーかな、はい、みたいな名前のものになります。いいね、結構いい感じで。なんかさ、去年ってか前からちょっとこういうアイテム欲しいなって話してたよね。うん、これずっと欲しかった。そう、なんかテント、雪の時のテントとか、うん、なんかちょっと寒いけどこうテントの中で指を動かしたりとか、多いんだよね、使いたい時って結構多くて、ライター使ったり、うん、でもこれこうやって指隠しといて、ね、使う時だけこうパッて出せるっていうのが結構いいんじゃないかなと思って。確かに。裏地はどんな感じなんですか？裏地は裏シャギーとはこれが裏シャギーです。毛布的な、毛布的な感じ、ちょっと柔らかくて気持ちいい、なんかぬいぐるみみたい。カラーは、でカラーは、このオレンジと、買ったのがこの茶色、茶色、あと他に黒もあったよね。あった、オレンジと茶色、どっちがさ、あのかわかんない、あ、ないのか別に、右も左もシンプルな作りですね。マジシンプル、穴が開いただけ の、 はい、茶色、これ、はい、こんな感じですね。いいね、どっちもいいよ、うん、これさ、このグーにするとさ、結構歩いてる間もさ、指先冷えなくて済みそうだよね、うん、あとこう、まあ、さっき言った通り入れてもいいし、ボールも掴みやすそうだよね、うん、ね、あと手袋を、普通の5本指手袋をした上からも手の甲の保温とかもそうだね、できそうだよね、うん、さらにこうオーバーグローブ的な感じで、うん、で、この長いから結構、ね、そう、袖がすごい長いんです、すごい袖がすごい長い、ちょっとこんなんいらないんじゃないって話になったんだけど、まあ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 短いでいいんじゃない。そしてこちらがなんと金額が299円、1個299円です。安っ、299円、まあ、ちょっと使ってみてですね、すごくない、これはフーディニ風この穴開けただけのスタイルで、フーディニのパワーリストゲーター風ワークマンプラスの、いや、すごいよ、ね、これあったかいよ、すごい。ちょっと今年秋冬雪山とかで使ってみましょう。ね、ちょっと使ってみよう、うん、なんか結構さ、これ指出てたらヒートアップとかしないんじゃない？いいよね、熱ってなんなそう、うん、意外と手袋さ、行動中とかも熱いもんね、うん、なんだかんだで、うん、はい、はい、ちょっとこれもまたあの山で使ったらレビューしたいと思います。はい、まあ、300円ならね、いいよね、いい失敗してもいい、買ってもいいなみたいな感じで購入しました。はいはい、一旦そんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。購入品引き続きご紹介していきます。はいはい、
じゃあちょっとアームカバーして紹介していきますしかもそういう2色スタイルやりますはい、まずこちらです。こちらが大物ですね。大物？はい、広げます。はい、だんだんだってな。こちら、おお、センチデザインズです。今話題のセンチデザインズの、こちらですね。マルチカラーというカラーリングになってまして、オリンピック選手団のようないフードのところはこのブルーのですね、うん、リブがついてまして、うん、袖のリブ また色が違くて、裾のリブも色が違うと。すごいね、はい、でもベースはホワイトです、うん、はい、軽量な感じがしていいですね、白いギアは。でこちらはですね、センチデザインズってアメリカのブランドになってまして、うん、このちょっと私も素人なんであれですけど、ポーラテックアルファダイレクトですね、うん、あの大和道のライトアルファタイツみたいな、あれとまあほぼ同じ90だったっけなとかの生地を使ったモデルです。なんで見ていただくと手がちょっと透けるんですよね、うん、はい、これ要はあのフリースじゃなくて、なんていうの、これもアクティブインサレーションっていうのかな、うん、いうんですかね、はい、要はこの行動中に着てると、まあ当然これ もこもこしてるんで、停滞してる時は暖かい、うん、肌に触れるところが暖かくて、動くと通気します。なので手とか振ったり、あのさーって早く歩くと結構風がスーってくる感じで、うん、ヒートアップしすぎないでずっと着れるっていう。だフリースとかだと結構、まあ、これからの季節山に行くときに最初朝着て登るけど、うん、5分ぐらい登ったらもうあっちっつってすぐザックのお荷物になるんですけど、これはずっと着てられます、はい、確かに。でかつ風が気になるときはこれの上に、まあ、薄いウィンドシェル、まあ、今回で言うとこの大和道のバンブーシャツをこれの上に羽織ると、うん、これで風をシャットダウンして保温できます。そうすると本当にすごいあったかいのよ。うーん、でこの間ですね、赤城山に一人で行ってきたんですけど、うん、その時これ来ました、うん、何度ぐらいだったのかな、結構寒かった、ね、一桁台かな、うん、一桁台で登ってる時ずっと着てられました。うん、まあ、ちょっと汗かいたんで、うん、あのこのフードでこう汗拭いたりしながらタオル的なそうタオル的な感じでちょっとタオルみたいだもんね、素材が。そう、気持ちいいのよ、ね。で上着いてからもみんな寒い寒いって言ってたけど、うん、これずっと着たまんま行けましたね。はい、っていうギアです。これはあのこのジップのタイプで換気もできますね。ジップじゃないタイプもあるんだもんね。あります。で生地が3種類あって、うん、これはちょうど中間の生地ですね。これよりもっと厚いのもあるし、もっと薄いのもあります、うん、ただ自分はこのまあ、秋冬に行動着として積極的に着たかったってことと、夏とかもこれを1個持っていけば河川のインサレーションとかなくても保温着として使える、うん、なるほどみたい。アルプスとか、うーん、アルプスでだからダウンジャケット絶対持ってってたけど、これがあればダウンいらないかもしれないっていう。軽いしね、うん、かわいい、はい、すごいいいですよこれ、うん、通気めちゃします。あと着心地も最高、ね、でこれを買うときにこちらのセンチデザインですね、うん、これを買うときに悩んだ商品があって、うん、OMM の、コアフーディー、うん、はい、でいつもコアベストって OMM のやつ着てるんですけど、あれめちゃくちゃ良くて、でコアフーディーもプリマロフトアクティブってやつで、これとまあ似たような感じだと思うんですけど、センチデザインの方がなんかゆったりしてるんで、コアフーティーの方がよりこうなんかスポーティー、うん、スポーティーなこうタイトフィッティングになって、これの方がなんか山のそのね行き帰りでもふわっと着れるんで、まあそんなにスポーティーにならなくていいかなと思ってこっちにしました。逆にベストタイプはセンチは多分出てないんで、ずっと、ね、オールシーズン着るベストはコア で、うん、でちゃんと汗出してくれるんで、でその上にこれを着るっていう感じですね。レイヤリングはで寒い時にウィンドシェルを着るっていう、秋冬はそんなレイヤリング
を今してます。まあ、寒かったらこれにウールのベースを1枚足したりすればすごいですよ。上からヤマトミチのシャツはさ、小さくないの？なんか結構ゆったりしてるように見える。あ、これ？うん。でもね、意外とね、羽織れるんだ。うん、羽織れる。羽織れるし、あ、で、すいません、M サイズです、うん。外国規格の M なんで、ちょっとでかいかなと思ったんですけど、あの、正直、自分の体格で言ったら S なんですけど、うん、まあ、M でも全然許容ですね。でかすぎるってことはなかったです、うんうん、あとあんま伸びないんで、確かに、ね、しかぶりもんなんで、まあ M でセンチデザインなのでゆっくりゆったり着てこう着たいなと思いました。ラークフーディーっていうモデルですね、うん、いうのをくれました。ラークフーディー合ってるかな、分かんない。厚さで言うと中間の厚さです。うん。でカラーもたくさんあるんですけど、ホワイト、まあよりこう普段着っぽい感じで着たいなと、うん。あとちょっと中透けるかもしれないですね、白だと。ね、色を透けるね、多分。色をちょっと選ぶかもしれないです。例えばオレンジとか着ちゃうとこうなっちゃうかもしれない。すごい透けてます。これは懸念ですね。でも普通の、まあ、あの、ね、コアベストのブルーとか着た時は大丈夫でした。うんうん、まあどうせ上から着るものだからあまりそこは、うん、ね、心気にならないから、ね。そうですね、うん。あとここが簡易バラクラバ的な感じで、うん、ちゃんとこのチャックがこの辺までくるんで、うん、あったかいですよ、すごい。うん。はい、これいいですよ。お気に入りですか。はい、やっぱりいいですよ、このね、人気だから。うん、ちょっと耐久性とか今後ね、そうだね、あのこのもろに露出してるんで、うん、このポロポロしてくる可能性はあるんじゃない。そう、もろに露出してますからね。ね、だから OMM のやつだってさ、ちょっとポロコアベストもね、コアベストも相当ヘビーに使ってますから ね。まあちょっとそのコア系とOMM の、ね、うん、シリーズと比較になると思うんですけど、こっちの方がシティっぽい、タウンっぽいかな、確かにそうか、うん、感じがするのと、アクティブカットじゃないということでこっちしました。はい、はい、続きまして、はい、ウェアもう一個、はい、こちらです。こちらがウールのロンティーですね、うん、はい。でこちらがムーンライトギアのこのブラウンバイツータックスとのコラボの、ウールティーです。でこれも今年は多分またこれから11月とか出ると思うんですけど、うん、もう去年のやつですね、うん、でメルカリで買いました。はい、はい、これはちょっと厚地のこのムーンレートだとシャープ3番ってやつで、結構厚地のウールを使ってるもので結構ゆったりしてるんですけど、厚地とはいえなんか編み方で工夫されて抜けが結構いいっていうやつですね、はい、めちゃくちゃ気に入ってます。可愛いよねこれ、すごい、はい。なんで導入したかというとですね、うん、このフード付きのタイプ、ちょっと全く同じに見えると思うんですけど、フード付きのタイプですね。うん、これを使ってました、うん、はい。フード付きのタイプはこれが本当にさっきもバラクラバみたいになって、このボタンも閉めれて、首のボタン可愛い、そうそう、キュッてこうできる、うん、で袖とかもリブがついてて風がちゃんと入んないようにしてるのと、サムホールになってますね袖が、うん、こんな感じで、うんうん、で裾もちゃんとリブがついてるんですよ、このこっちのタイプは。フード付きタイプ、そうです、フード付き、うん、でこれがすごい使い勝手が良くて、うん、今年だと、秋に行った千畳ヶ岳とか南アルプスとかでも来たし、うん、これしかも車中泊とかでも最高ですね。気持ちいいよね、すっごい気持ちいい、ウールだから。車中泊はどこでしたんだっけ、どこでしたんだっけ、忘れましたけど。あと八ヶ岳一人で、あの伊予岳とかこの間10月行ったんですけど、その時もこれ着てて、これがすごい調子がやっぱりいいんで、ここまでの登りもそんなに急ではなくて、あの1時間半ぐらいで高連小屋から来れます。買い足しですね、うん、はい、買い足しで、これ普段も着れるん でこっちの違いはこの袖がゆったりしてたりリブになってないんで、まあ、よりこう気取らずに、あのスポーツ山登るぞって感じじゃなくて着れますね、うん、ね、よく私服って感じだよね、はい、すごい、うん、すごいゆったりしてます、うん、袖も、うん、サイズはあるの？サイズはですね、M サイズですね。M サイズ。はい、ちょっとゆったりめで M サイズを着てます。うん、これいいですよ。
はい、なんで今年のっていうか秋冬の山はですね、このウールの、ツータックスとムーンライトギアのこのウール、うん、こちらとこのシリーズですね、これとこのセンチ起きていく感じかなと思います。うん、いいね。じゃあそのセンチの下にこれを着るって感じ、激寒の時を。コアベスト、今日はコアベスト、センチ、これかな。うん、あの寒かったら、なるほどね、うん、うんうんうん、で行動中はこれ脱いでこれで通気してきてくれるみたいな。うん、で、まあ、これはウールはやっぱり着心地がいいんで、ウールも1個は絶対持ってきたいっていうのが、あのカリカリにしきれない部分なんですけど、うんうん、これとこれどっちかは、まあ、これとちょっと近いけど、より寒い時はこっちかな。うん、うん、あとコースタイムぐらいでゆっくり歩く時はこれの方がやっぱり、なるほど、しっかり割と動く時はこっちの方が、そうだね、うん、ちゃんと通気してくれる感じがしますね。確かに、はい、ちょっとこの辺も使いながら、うん、こっちがねこの間初めて使ったんで、まあ調子良かったですよ。すこぶる良かったです。そして最後、はい、最後がソックスですね。うん、これはこっちが私のです、はい、ハイカートラッシュです、うんうんうん、まあ、今更なんですけど、あのだいぶ使ってるよね。はい、買いました、はい、いいですね、はい、まあ、特徴はご存知だと思うんですけど、ここに穴が開いてまして、うん、ここにカラビナで引っ掛けて、まあ、干しとけるよってやつですね、うん、カラビナもねついてきて、ここに穴が開いてまして、うん、はい、なんで海外のロングトレイルを歩いた方がまあ、こういう靴下あったらいいなで開発したものですね、うん、まあ、これ干しながら歩いたりとか、うんうん、でもこの厚さはなんかいいよね、ね、なんかふわふわしてるよね、うん、厚さはいい、寝る時のソックスとしてもいいんで、でそんなに窮屈じゃないから、うん、ワイドとかもね、はい、こっちが、うん、これとかわいいこれですね、うん、はい、この中ぐらいの長さを、うんうん、ね、ローカットユーザーなんて、ね、はい、これぐらいの長さちょうどいいよ、いいよね、うん、すごい立ったこんな感じです、はい、ウールソックス、うん、はいはい、はい、まあ、使ってるギアもまだ使ってないギアもあるので、うん、そうですね、うん、ちょっと使いながら、うん、またこのセンチデザインとかは個別でしっかり説明もしたいですし、この辺もねすごくツータックスのこの辺もなかなかちょっと手に入んないと思うんですけどね、ちょっと手に入らないものめっちゃあるな。ちょっと手に入らない。これはすぐ買えます。ワークマンは。そうだね。はい。これちょっと使ってみます。うん、でこの辺もまあ最近抽選でよく買えるし、これも店頭で買いましたし、そうだね、これもよく売ってるんで、うんうんうん、はい。ちょっと買えないものが多くて申し訳ないですけど、はい。使ってガンガンレビューしていきたいと思います。はい。はい、結構オールシーズン使えそうですね。うんうん、はい。では最近買ったギアウェア編。以上になります、はいはい、また次の動画楽しみにしていてください。はい、はい、それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタンコメントチャンネル登録お待ちしております。はい、お待ちしております、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。